熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは。基礎コンサルティンググループ会長の山本と3代目です。今日はダメな経営改善計画からやってはいけないことを学ぶということで、いきなり正規のね話をしたいと思います。これは3代目がね見てあるちょっと興味があって、なんか聞きたいことがあるよねこれね。食の雑学をゆっくり解説っていうチャンネルがあって、いろんなフランチャイズの飲食店とかそういうもん会社の解説とかしてるチャンネルがあって、で最近ペッパーフードサービス、いきなりステーキの一ノ瀬社長の失敗した理由は私を止めないからだっていうようなチャンネルがあって、結構面白かったので、でこの動画まあ元にというかペッパーフードサービスのちょっと解説を初代に聞きたいなと思って、何回かうちもいきなりステーキの動画出してるのよね。企業再生の実を言うと改善から再生まで の上場企業で進めてる中で一番分かりやすい会社なのかなと思ってまして、今回はちょっとこれをもとにやってはいけないことというのは結構あってですね、そこについて解説していけば、まあ、皆さんもその企業を立て直すときにどういうふうに考えたらいいのかということが分かりますので、今日ここについて話したいと思います。目次としてはこういうことをやろうと思ってます。中期計画のやっぱりいいとこ悪いところっていうかね、この会社のね、ここをやっぱ洗っていくことが必要かなと特に思ってます。じゃあ早速ちょっと始めていきましょう。外してはいけない3つのポイントっていうのはあるんよね。なぜこうなったのかを正確に知るということが大事で、これ専門用語で究極原因ってよく言うんだけど、ここが分かってない人非常に多いんよね。まあ今回の話もそうだったんだけども、これを正確に知るということが大事で、あと横展開は狙うけど同じマーケットをやらないというか、この間もちょっと朝日新聞のね動画とかも出したりしたんだけど、違うマーケットを狙っていかないといけないっていうのがよくわかる。あと一番これ大事、人の意見をちゃんと聞きなさいと、で実践しなさいということが非常に大事です。ではちょっといきなりステーキの決算内容どうだったかっていうのをね、これ見てちょっと3年目がどう思うかというところでね、はい、今年2021年1月から3月の損益計算書 PL のところで、営業損失のところでもう4億8500万の赤字っていうことで、営業利益ベースでも赤字が出てるんですけど、コロナの影響でやっぱり飲食店も閉まっててっていうところで、まあ、その影響が大きいのかなと思ってるんですけど、ただもともとの計画を見てみると、7億4300万の赤字を見込んでて、まあ、そこの計画と比較すると、まあ、だいぶ上振れというか、赤字幅がだいぶ少ないから、ちょ計画よりはうまくいってるのかなっていうのが、ちょっと、まあ、思ったとこだったんですけど、これ、うまくいってるっていう考えで大丈夫なんですかね。これね、もう早い話、野球で言うと、11対1だったところが、まあ、11対3とかになったっていう話よね。だからあんまりこう根本的な解決になってないってことが言いたいのね。でこの経営改善計画、まあ、自分の予想だと2年後3年後ぐらいに大きく売り上げ下がるなと思ったのね。ちょっとまずいと思ったところがある。それ何かというとこれ、正しい企業努力になっているかっていう。企業努力とは仕入れをいかに安くして安くお客様にいいものを提供できるかっていうことだと思うんだよね。いきなりステーキはあれだけやっぱりいい肉を手頃な価格で出すなんだけど、肉焼くだけじゃんか話、差別化できねえのよ。でもだから肉の質を変えるしかないのよね。で値段をそんなに変えないっていうようなことをするとどういうことが起きるかというと、お客さんとの約束事を破ったことになるのよね。だからそれ正しい企業努力じゃないよねってことで、ね、でもう一つそのお客さんとの約束事が変わるっていうのは肉マイレージっていうのがあって、これなしになったみたいなね。明日の話題とかでもこれ取り上げられてて結構動画再生されてるんだけど、やっぱり客離れよね。今までのファンが入れ替わるっていうところがあるから、今のファンに新しいことを提供するのはいいんだけど、今のファンにやっぱり違うものを提供するというか、どうって言ったらいいかな、全然この約束ごと、ここを約束を守らずして新しいものを約束できないのよ事業ってね。だからここが非常にまずい。1年後2年後ぐらいに客数が減ると思うのよね。それで売上が下がるというふうに予測されるのよ。
だからこの経営改善計画、非常にまずいなと思った理由です。じゃあ、これ今のビジネスモデルを洗っていくことが大事なんだけど、これ3代目見てなんか気づかんかった、これ。コロナ前でもう×印がついてる。いきなりステーキで。うん、で、ペッパーランチ事業ってこの丸、コロナ前丸でコロナ禍三角だったものって、これを売却っていうか切り離しちゃってるから、もともとコロナ前からしんどかったところしかもう手元にないんじゃないかなっていうのが。どういうことよ。早い話、3連戦3連敗ってことよ。だけど、いきなりステーキはもともと儲かってたんだね。だから、いきなりステーキ事業しか対応できるとこがないのよ。けど、他のレストラン事業とか本社その他っていうところは、まあ頑張るんだけど、だけど、もう頑張るとこに限界があるのよ。だから、いきなりステーキ事業をどうにかするしかないっていうことになる。なんでかというと、ペッパーランチ事業を売らないと資金調達できなかったんよね。これよくある。これからの会社よくある。儲かってるところだけを売っちゃうのよ。で、お金を得てからここから事業転換をしようとするんだけど、新しいところに出ていかないと売上立てることができないというような悩みが今あるのね。じゃあ、いきなり正規不調の原因は何だったんでしょうかというところで、年間30店舗から50店舗出して、2018年には年間200店舗って言って、もう国土に限界があるよね。よく作れてたよなと思うのよね。で、マーケットに。ね、不十分で席回転率が低下したという、まあ、原因があるんだけど、これもすごい話よな。これなんか選び方問題あったよね、確かね、この人ね。もう目標がもう店舗をどんどん出す、新たに店舗を出すことがもう目標になっちゃってて、そのどこに出店するかっていう会議というか、社長がどこに出店するかを決めるとき、なんかもう Google マップでえいここみたいな感じで判断してたっていう結構、話もあるみたいで、まあ、そのぐらい、もう、とにかく、新しい店舗を出すことが目標だみたいな感じの雰囲気だったみたいですね。出せば売れると思ってたのね。店が商材じゃないのね。肉が商材なのにね。っていう、この、まあ、問題があったと。じゃあ、これ、まあ、今、配店していきますよということで、不採算店舗の追加撤退114店舗。だから、これ、まあ、1年ぐらいで取り返したなと思うのね。で、まあ、さっき話したメニューの絞り込み、本社コストの削減と社内管理体制の強化というところで、ここまで良かったんだよ、この会社ね。だから、まあ一応売上は下げ止まりましたというようなことが出てるんだけど、実はこういうことがある。これフランチャイズチャンネルでも話してたんだけど、キッチンカーの FC 展開を進めるって書いてあったんで、もう基本これはないなと思ったんだよね。で、ちなみにキッチンカーのフランチャイズぐらい失敗するものないのよ。実言うと。ランチェスター戦略で考えると、マーケットね、広いところにこう、要はお客さんのいるところに出ようとするんだけど、出たところの面積狭いじゃんか。で、他にもいろんなものの、お昼ご飯食べるところと競争してるわけだから、基本、売れないのよ。認知されないからっていう問題がある。だから、まあ、これはないなと思って、すでに飽和状態。で、すでに、真似されてんのよ。肉焼くだけだから。さまざまなトレードオフ商品の参入を許している。みんなのグリルとかね、ニトリがやってる。だって鶏肉に変えてんの、チキンに変えてるじゃんか。だから価格競争でめちゃめちゃ安くなるのよ。基本に牛肉食べに行くっていうか、鶏肉食べるかっていう判断よりももっと広いところで食って競争してるから、だからどこで判断するかって価格ってところでうまくこう競争するっていうところにもう負けてるよね、この時点でね。だから同じ牛肉っていうところで戦ってるとまず勝てないっていうのがもう目に見えてるんだね、この会社で。そもそも FC の問題点が分かってないのよ、この会社。これよく3代目も分かんないからあれかもしれないんだけど、こういうこと、まあ、焼肉の牛角ってあるじゃんか。牛角って肉焼くだけじゃん、これもね。だけど他と大差なかったのよ。だけどどうして要は急拡大したかという話なんだけど、お客さんにお金払ってアンケート取ってたね、この焼肉屋さん。で、それが顧客維持につながったんだね。顧客維持手法ができる、駆使できる焼肉屋さんっていうところが当初の、一番売り出し。お客さんが逃げないっていうところが、まあ、売り出しだったね。こっちが FC につながったね。要はコンテンツを上手にずらすというか、これ3代目どうしてこうなったか分かる。こっちが FC につながったかって。
アンケート、顧客維持、他のところにも横に展開できるとか、そういうことになるんですか、ね、これは、そう、他のところっていうのは会社に売ってるわけよね、FC って、うん。法人営業の一番大事なところは資金収支の是正なのよ。見入りが FC、牛角の FC やるとこのぐらい収入上がりますよと。じゃあなんで収入上がるんですかっていう理由がこういう理由だからですということが言える。つながるから。これが個人にそのまま売ってるんだったらこっちでもいいのよ。焼肉をどういうふうに深掘るかなんだよね。でも FC っていうのは FC をやることによって会社の収支がどういうふうに変わるかいうところしか見てないって言っても、もう過言じゃないのよ。だからそれがどうしてこうなるかっていうところにこのアンケートを取って顧客維持を図りますからということがあったのね。では、法人に物を売ると、FC を売るからコンテンツを上手にずらすってことの方が大事なのよね。今のいきなりステーキだったら肉を焼くことで、そのキッチンカーに乗って FC 持っていくことによって、そのどういうふうに収支が変わるかっていうの見えんじゃんか。だって、そこで店でやるっていうのは分かんないじゃん。店だったらこういう、要は人口動態のところに店を出すからっていうのがあるんだけど、だけどキッチンカーってどこに行くかっていうのは分かんないじゃん、基本。だからその指導もやりますみたいなこと言っても、ちゃんとその売り上げが再現できるかどうかっていうところが説得力がないのよね。だから FC って結構、キッチンカーの FC は厳しいなといつも思います。それでは今日のまとめになるんだけど、一番のこの究極原因把握ね、どうして難しかったかと。いうことがまあ大事です。ここ一番ここを把握しとかないと、うちも経営改善計画で一番最初にやるのはやっぱり究極原因、どうしてしんどくなったかっていうところ。この間もあったよね、なんか生まれた時からの決算書全部並べて洗ってたよね、うちで。そうそう、そういうのが、ね、一番大事で、2番、これもう個人のことも一緒、個人でクレジットカードの返済がしんどい人も一緒、もう苦しい時こそできることをやる、ね、例えばもう新しいバイトをするとかそういうのあるじゃん。そういう苦しい時こそできることや、収入を増やして、支出を減らすっていうことが一番基本的なことよね。で、3番目がやっぱり自分の責任の所在がどこにあるかと。これなんかいきなり正規の社長が自分を止めないからだって書いてあったよね、さっきね。だからそういう要は、人のせいしないというところが、自分のせいで、責任で一生懸命やるから社員もついてきてくれる。やっぱり救ってくれる人もいるということなんだよね。この3つを守っていくと、大概の経営改善というのはできるのね。だからまあいきなりステーキもちょっとやり方変えてね、もう全くゼロサムで新しいことをやった方がいいと思うね。うん、今度レオパレス の動画出すんだけど、その時でも言ったんだけどね、やっぱり違うことっていうことをやった方がいいかなというふうに思いまして、今回の動画にしました。今日もちょっとお知らせがあって、毎月僕が月2回ライブをやってるんですよ。メンバーシップ向けに。月6000円いただいてるのかな。一つは経営のお悩みとかを相談するようにしてるんだけど、下旬の方でやるライブが、ちょっとセミナー形式になるということで。これが再生コンサルだからこそできる、絶対に失敗しない企業模範事業ということで。何が言いたいかというと、ビジネスモデルをこっちが作ります、そのうち。うちにもやっぱり投資家の方とかいろいろいらっしゃって、その人たちと考えるビジネスモデルっていうのを、今度これを売ります。このライブに参加している人に。で、それをやりたいっていうことであれば、そこの資金調達から何から、バックオフィスから、うちがお手伝いしますよという企画をやります。やっぱりその、大きく伸ばそうと思うと、創業が一番硬いんよね。なかなかないでね。企業再生って、確実にこう、要は、変えることはできるんだけど、あんまり大きくなんないのね。これまた次の動画でやろうと思うんだけど、やっぱり、創業が、大手が欲しがるような事業っていうのは最初に考えて起こせるっていうことができるから、だからまあ、創業がいいかなと思っておりますので、これもご興味のある方がいらっしゃればね、ぜひご参加の方をよろしくお願いします。今日どうだった？3代目の。FC の。なぜ FC をするのかというか、FC、法人に売る FC、個人に売る FC みたいなところの解説が面白かった。そうやな。まあ、なかなかちょっとね、一番大事なことってなぜそれをやるんですかってことなんよね。そこをやっぱりしっかり考えると、まあ、道は開けるという話なのかな。うん。今日はちょっとそういう意味でこういう動画を作ってみました。また来週もやりたいと思いますのでよろしくお願いします。
では最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。